ター 6O より 2B さんへ定期連絡の時間。こちら 2B、 どうした？実はちょっと好きだった先輩を食事に誘ったら断られちゃって、私これからどうやって生きていけばいいですか 2B さん。そんなこと聞かれても、もうバンカーにいられないです。それは困る、作戦に支障があるから。ルビーさんは私を必要としてくれるんですか？ B 型戦闘モデルにはオペレーターのサポートが必要不可欠だから。ルビーさん、以上、通信終了。その箱を動かせば廃墟都市に出られますね。釣りを開始。
告終了。オペレーター 6O より 2B さんへ通信環境改善に必要な素材が全て手に入ったようですね。収集した素材はアネモネさんに渡してください。それで任務は終了です。開始。終了。2B からオペレーター 6O へ資材の受け渡しを完了。了解です。お疲れ様でした。まったく、相変わらず司令官は人使いが荒いですよね。ルールにも厳しいし、効率優先のロボットみたいな生活を送ってるんでしょうね。司令官はそんなにお堅くないですよ。え、どういうことですか。司令官ってああ見えて意外に大雑把なんです。服なんて脱いだら脱ぎっぱなしのためっぱなしなので、よく洗濯班が嘆いてるんですよ。それに自分のボディのメンテナンスチェックとか全然実行しないんですよね。そういう雑なところを人に見せないのが司令官らしいんですけど。あなたはどうしてそれを知ってるの。秘密です。それでは。秘密。
がでしょうか。勝手に通信してきた。私たちが平和を愛していることをご理解いただけましたか。口だけならいくらでも言える。機械には心がないんだから。そうかもしれません。でもこれからもよければこの村に来てください。
さ。そう。何の音だろう。バンカーより緊急連絡。2Bさん、廃墟都市地帯に敵大型兵器の出現を確認しました。他にも機械生命体反応が多数あります。全ヨルハ部隊は迎撃に急行してください。大型兵器 2B、 やっぱりこいつら僕らを罠にかけようとして。私たちもその情報を知りませんでした。信じていただけないかもしれませんが、可能であれば信じてほしいです。どっちでもいい、倒しに行く。2B、 司令部から飛行ユニットの配備の連絡がありました。座標をポイントしたので向かいましょう。分かった。飛行ユニットはこの先のビル屋上に配備されてますね。危険ですが、あの大型兵器の足元を通らないとたどり着けそうにありません。気をつけていきましょう。戦が集中している。ハブの情報を表示します。
今のうちに飛行ユニットの場所まで移動しましょう。上空は敵の対空兵器で危険です。低空飛行で接近してください。了解。飛行ユニットはこの先のビル屋上に配備されてますね。危険ですが、あの大型兵器の足元を通らないとたどり着けそうにありません。気をつけていきましょう。戦が集中しているハブの情報を表示します。
行ユニットの場所まで移動しましょう。上空は敵の対空兵器で危険です。低空飛行で接近してください。了解。敵大型兵器全機機能停止を確認。敵兵器が再充電してます。敵兵器の振動さらに増加中。戦闘地域の地下空間が共鳴しています。まさか数百年も姿を現さなかったエイリアンが地下にいるだと。